ガスパールデスニガイアセベイドガスパールデスニガイアセベイドは、スペインの貴族で、第5代モンテレー伯爵、第9代ヌエバイスパーニャン副王及び、第10代ペルー副王を務めた。スニガは、ガリシア地方のモンテレーで生まれた。スニガ家は、スペイン貴族の家柄であり、父のヘロニモデスニガイアセベイドは、第4代モンテレー伯爵、弟のバルタサルデスニガイベラスコは、 フェリペ3世の首席大臣だった。杉川地元にあるイエズス会の学校で学び、17歳の時にフェリペ2世に仕えた。1578年には自費でガリシア人による義勇軍を組織し、フェリペ2世による対ポルトガル王国戦争に参加した。また、イギリスのフランシス・ドレークの侵略に対してガリシアのアコルーニャを防衛した。 1583年に、いとこのイネス・デ・ベラスコやアラゴンと結婚したが、9年後に、死別した。娘のイネス・デ・スニガイ・ベラスコは、おいで・フェリペ4世の長身として知られるオリバレス博、公爵ガスパール・デ・グスマンと結婚した。1595年、当時のヌエヴァイ・スパーニャー王だった、ルイス・デ・ベラスコ・イ・カスティーリャが、リマ副王に転任するのに伴って、フェリペ2世は、 ガスパール・デ・スニガを公認のヌエバエスパーニャ副王に任命した。スニガは1595年11月5日にメキシコシティ入りした。副王としての最初の仕事は探検だった。1596年、スニガはセバスティアン・ビスカイノにバハカリフォルニア半島の探検を行わせた。ビスカイノは半島にラパス港を建設したが、植民には失敗した。不安でおにゃうテによる 北方探検は、全福王のルイス・デヴェラスコによって計画されたものだが、実際に出発したのは、スニガの時だった。しかし探検は、困難を極め、スニガは、先住民と戦うためにロペでウルハを派遣した。探検が目的としていた財宝や都市は、発見できなかった。北東には、ヌエボレオン王国が作られ、その都は福王を称えて、モンテレーと命名された。 1602年に再び、セバスティアン・ビスカイノを統率者として、今のアメリカ合衆国カリフォルニア州の西海岸の探検が行われた。12月16日にビスカイノは大きな湾を発見し、福王を称えてモンテレー湾と命名した。当時、今のシナロア州とドゥランゴ州では、先住民との戦闘が続いていたが、1600年にディエゴ・マルティネスでウルるイでによって平定された。 南部では、ウィリアム・パーカーなどの主役船が、カンペチェ州を襲った。1598年に、フェリペ2世が没した後、後を継いだ、フェリペ3世は1603年に不安で面倒祭、ルナを、公認のヌエバ・エスパーニャ副王に任命し、スニーガは、ペルー副王に転任することになった。スニーガは1604年11月28日に、リマに到着したが、 病気のために1606年2月に没した。短い任期の間、杉川はここでも2つの探検を行った。1つは1605年のサンタクルス・デラシエラ探検だったが見るべき成果はなかった。もう1つは、ペドロ・フェルナンデス・デキロスによるポリネシア探検だった。この体験隊から嵐によって分かれた、ルイス・バイス・デ・トレスは、オーストラリアの北のトレス海峡を通行したとされる。 ありがとうございます。